皆さんこんにちは、データです。前回の動画では秋月城が軍事大国になったタイミングで竜蔵寺家との同盟が切れてしまって、攻められてしまいました。まあ幸い大友援軍のおかげで城を守ることができましたけど、どうやら我が秋月に決断の時が来たようです。我が秋月が今後どういう方針で行くべきか考えてみました。まずは今まで通り竜蔵寺家と同盟を組んでさらに強い国にしていく。次は大友援軍を当てにして竜蔵寺家と戦う。そして三つ目は竜蔵寺家に従属して大友家と戦う。まあいろいろ考えましたけど、やっぱり現実的に成功する可能性が高いのは2番目でしょうね。ということで、我が秋月の方針は2番にします。はい。で、戦うにしても、やり方ってあると思うんですよ。まあ、そこで、我が秋月の軍略を家臣一同に披露いたさん。まず、第一段階は、野戦で敵の兵力を削ぐ。まあ、敵の兵数がどれくらいか、わかんないんですけど、まあ、とにかく敵の兵を、削ります。で、敵の兵が、カスカスになるまでもう繰り返し出陣して、で、まあ、敵はいつか、野戦に出てこれなくなりますから、少なくて。で、まあ、籠城すると思うんですね。そこで、第二段階、籠城する敵の城に向かって、大筒をぶっ放す。そしたらもう敵はもう手も足も出さずに城が落ちるという。どうですか？もう完璧でしょ？はい。じゃあこれで早速出陣します。まあ、第一段階は敵の兵を削ぐだけでいいので、大将は倒さなくてもいいんです。自分の本陣さえ落ちなければいいですから。はい。2部隊で出陣します。まあ、今回は、馬も鉄砲もありますからね、かなり強い軍になってると思いますよ。なんたって、メイドイン秋月の鉄砲は性能がいいですからね。メイドイン秋月の鉄砲で敵の出鼻をくじいて、そこに騎馬隊が突っ込むという。まあ、これでも負けるはずがありません。はい。で、騎馬隊は、馬の特技を持っている原田が担当ね。で、鉄砲は、お殿様が担当します。で、鉄砲隊は本陣に入りましょう。ね、本陣の中から撃てば安心ですね。お任せください。はい、敵が来たんで、まずはメイドイン秋月の鉄砲。それで、騎馬隊が突っ込むと。この騎馬隊の名前、なんか、つけたいですね。何がいいかな。まあ、おぐりキャップにちなんで、あけずキャップ。なんか違うね。ディープインパクトにちなんで、あけずインパクト。これいいですね。はい。じゃあ、これから、我が秋月の騎馬軍団を、秋津インパクトと命名します。もう、飽きずインパクトと聞いただけで敵が震え上がる日が来ますね。はい、早速飽きずインパクトの強さに敵が混乱してます。はい、まずは一部隊壊滅です。すごいですね、飽きずインパクト。
お、また混乱してます。はい、二部隊目壊滅です。すごいですね、もうこんだけ強いと。天下統一は時間の問題ですね。いやー、頑張って牧場と鍛冶村を作った甲斐がありました。ようやく長年の努力が、実ったですね。お任せくだされ。まあ、とにかく自分の本陣の周りで戦いましょう。あの負荷をしないでね。してます。やっぱりメイドイン秋月の鉄砲は性能がいいですね。前進、進め、前進。
はい、また混乱しています。すごいですね。もうどんどん敵の部屋削りましょう。はい、これでだいぶ敵の兵削ったんじゃないでしょうか。3000ぐらいかな。まあ、こんな感じで繰り返し出陣して、で、敵の兵がカスカスになるのを待ちましょう。はい、島津との同盟が切れましたね。すぐに延長しましょう。はい、お願いします。はい、延長できました。今度は子供が生まれましたね。二人目ですか。はい。で、新しい家来が来ましたね。つくし広門。この人は、知略が高いですね。はい、励んでくれよ。お、ついに天守閣が大きくなります。もっと大きくするために南蛮町を拡充しましょう。で、前回の動画で南蛮文化と天守閣の発展に何か関係性があるのかなって言ったじゃないですか。で、実際、どうなんだろうと思って、調べてみたんですね。そしたら、南蛮町と天守閣っていう記事を見つけたんで、読んでみたんですけども、南蛮文化が900で南蛮天守ができますって。天下創生の攻略サイトじゃねえか。いや、で、そうじゃなくて、実際の、安土桃山時代の天守閣と南蛮文化に関係性があるのかが知りたいんですけどね。どなたかご存知の方がいらっしゃったらコメントお願いします。はい、優秀な武将をスカウトするために忍者を送りましょう。お、また天守閣が発展します。もうこれで秋月城がどんどん大きくなっていって、もういずれ日本三大名城の一つになる日が来ますね。で、ここで敵の情報を探りましょうか。ね、うちには優秀な忍者部隊いますからね。さあ、敵はどんな城かな？負けてんじゃねえか向こうの城の方がでかいし立派なんですけど、ちょっと、負けてるんですけど。ちょっと悔しいんで、出陣しましょう。もう、うちより立派な天守なんてありえません。もう、冗談じゃない。開けずインパクトで出陣です。あと、性能がいいメイドイン秋月の鉄砲部隊ね。
今回も2部隊で行きます。お殿様は本陣の中から撃ってください。はい、敵が混乱してます。敵部隊壊滅。はい、一部隊壊滅です。もうこうやってどんどん敵の兵を削りましょう。お任せくだされ。よし、行け。戻りましょう。私なるべく自分の本陣の周りで戦いたいですね。また混乱してます。
ちょっと遠いね。はい、敵が回想してます。ちょっと追いましょう。どこまでいけるかな。ただあんまり敵の砦に近づきたくないんですよね。今度逆にこっちが やられちゃうから。戻りましょう。やっぱり戦いは自分に有利な状況で戦いたいですしね。はい、また回想です。ちょっと無理だな。あ、混乱してる。よし、行きましょう。はい、二部隊目壊滅、一人捕まえました。もうそろそろ時間ですね。二部隊削りました。本当はもうちょっとね、四部隊ぐらい削りたかったんですけどね。もう来ないね。はい、どうしようかな。うち来るかな。来ないか。じゃあ返しましょう。帰っていいです。はい、松永久秀をスカウトできますね。早速迎えに行きましょう。引き抜き。はい、じゃあ迎えに行きましょう。はい、我が秋月に松永久秀が来ました。ついに成功です。あー、やっぱり優秀ですね。なかなかですよ。はい、もう彼にはいい仕事をしてもらいましょう。ん、励めよ。
はい、見事ゲットできました。もうこれで、もう、天下を取ったも同然ですね。